様です。次は僕の番だ。野呂森ゆず、パズルや迷路、やり込みゲームがお箱だ。趣味で熱帯植物の研究もしている。ゆず、ひょっとしてロロロのやり込み実況のゆず先輩ですか？何を、知り合い？はい、昨年挙げた公園の落ち葉で全身埋もれる実況から仲良くしてもらって。あ、説明もういいから。俺、アッキーです。花粉症実況の。おお、アッキーか。なんだい、君も誘拐されていたか。ではルールの説明です。パフパフ。この卵から生まれる少女を育成してください。そして学園のアイドル源氏光くんとの仲を取り持ってあげてください。はぁ、すげえ、恐竜の卵みたいです。アルパカくん、ドリルを貸してくれたまえ。中身もぜひ観察したい。ダメですよ、少女の元が流れ出てしまいます。少女の元？おしぎりさんは女性の扱い一番まともそう。いや、俺は。ザックンは女の子が苦手なんだにゃ。別に苦手というわけでは。俺は売られた喧嘩を買うぞ。俺なんか売られる前に買い占めんぞ。バカか貴様。バカっつった方がバカ。僕はね、コンプリートマニアなのさ。気に入った相手のことは全て知りたい。いくら女同士でもこの距離はちょっとおかしい。僕、女だなんて一言も言ってないよ。は、嘘だって、ついてるし、ついてないし。ごめんごめん、冗談だ。見たまえ、今のでカウンターかなり回ったようだぜ。お、あったあった。入り手の写真。ロロさん、これ落ち、どうかした？綺麗な色ですね。初めて見ました。そうなの。希釈してない原液なんだ。本来はジャングルの猛獣除けに生成したんだがね、この透明感の深い色合いたまらないだろう。さすがアッキーだ。君なら分かってくれると思ってた。ふんふん。合言葉でも決めるか。そうだな。何ですか？カレリンを合言葉にしよう。みんな何を連想する？顔面陥没。それはアッキー限定だな。皆さん、ん、よかったらこれ行く前にどうぞ。採用だ。いいか、みんな、一方がカリンと言ったらもう一方はプリンだ。イエス、プリンプリン。状況済みか。ユズ先輩、ここ男子トイレですよ。ユズ先輩、え、知らないのかい？アッキーは両利きなんだよ。幼稚園までは左利きだったが、小学校に上がる前に右へ矯正している。君はさっき右手で顔をかばったね。そうでしたっけ。以降、物書きは左、お箸も左、握手は右、キャッチボールも右、バットは両方、蛇口は左、とっさに身をかばう時は左。はあ、おい、なめるなよ。僕は生涯アッキーを観察すると決めているんだ。好意と恨みと好奇心でね。ちゃんと毒が回ったんですね。っていうか、あの二人何？僕にだって多少の罪悪感はあるのだよ。ん？何がですか？銃でもかましとくんだったにゃ。大丈夫、配役の変更はあったが、これはちゃんと予定通りだ。どこがだよ、あいつらのアジトも分かんねえのに。分かる、
アッキーがいつも首から下げてるカード、あれに発信機をつけておいた。逃がすものか、絶対。カーリリー、もうやめてくださいよ。釣れないな。やっと二人きりだぜ。だからさ、少し唾液をくれないか。私でカムフラージュしなくても。ユズ先輩はあいつが好きなんでしょ。そういうピエロみたいな真似必要ないって言ってるんです。ピエロいいね。ピエロは僕の理想だ。あ、カイコクさん。なるほど、それは君の持論かい。ああ。僕はありえないと思うがね。ピンクが妥当だろう。それは飲めない相談で。ザックンが悩むな。性格的に白じゃねえか。アッキーが水色で、ヒーミンが黄色、マキマキが紫で、アンバーが赤だろう。そりゃ同意だ。カイさんは黒かにゃ。ご明察。ロロさんはって、こりゃ聞いちゃまずいか。構わないよ、僕も黒だ。何の話ですか。パンツの色の話さ。やめて、よして、引っこ抜けます。第9ゲームは中毛の幼稚園。はい、この子たち本物なんですか。いえいえ、まさか。あれ、ゆず先輩も抱っこですか。ああ、これ絶対明日腰に来るやつ。俺ね、親愛関係の第一歩は笑顔だと思うんです。笑顔。小さい子って俺たちが思うよりずっとこちらの表情を見てます。アッキー、あのね、泡飲んだ。笑顔大事ですよ。ねえねえ、アッキー、あー、はいはい、泡の精神になっちゃいますよ。はい、僕アッキー。咲いちゃった。咲いちゃったじゃねえ。これは僕のだよな。僕のだよね。やったほら、誰もいないだろう。このタワーには僕らしかいないんだから。あー、それは幽霊か殺人鬼かもしれないにゃ。やめてください。怖い怖い、くすぐったいんです。カリリンのことをもっとちゃんと知っておきたいのさ。もっとって、おれ、ね、そんなところ、くそれ。ちゃんと確かめないと。確かめるって何ですか。カリリンがちゃんと生きてるか、幽霊だったりしないか。生きてます。もう、変な触り方ばっかして。いやだねえ。何してんの。キャー。いやー、怒るとこそこかにゃ。第8ステージホワイトパズル、全部で3万と1ピースございます。ダメだ。制限時間は72時間。白の部屋に通じる6桁のパスワードを解除してください。パズルは確かに僕のお箱だ。幼少の頃から何千何万とこの手のパズルは組んできた。だからこそ断言できる。絶対に間に合わない。ユズ先輩、
道筋は見えた。みんな頼む、力を貸してくれ。でもあと少しね、頑張りましょう。何のプレイだいこれは。ユズ先輩が頼んだんでしょう。あ、やだ私。ユズ先輩、ごめん、吐いちゃった。ただの貧血。すぐ誰か呼んできます。引き受けたのは単純に好奇心だ。ご存知の通り、僕はアッキーにご就寝だから、彼のデータが手に入るならどんな役でもよかった。アルパカ君へ一方的にデータを渡すだけだけど、どんな経緯で誰が参加したか、各人の思考や感情、経過、結果、僕が参加して知り得た情報のすべて。処分は任せるよ。書類も僕のことも。世間話好きだな、カイさんは。おう、下世話な話できんのロロさんくらいだしな。だからよ、ひとまず休戦で。